すいません、ピンスポットお願いします。第4回赤羽橋高校文化祭女装コンテストコンテスト、イエーイ、ふぅ、もうちょっとテンション上げて。もう、はい、オーケー。今年もやってまいりました。司会進行は赤羽橋高校 OG で現在専門学生の高瀬くるみと、現役1年 A 組出席番号3番江口さや、2人合わせて司会者です。今日は私たちの名前だけでも覚えて帰ってくださいね。実は私この女装コンテストの企画者ということで、卒業後も毎年イケシャーシャーと司会やらせてもらってるわけですが、今年は一体どんなドラマが生まれるんでしょうか。おじいさん、このイベント何時に終わりますか。私の名前高瀬です。いやー、本当に楽しみだね。塾があるので巻き目で進行お願いします。もう、それじゃあ早速トップバッターから張り切って行ってみよう。私は文化祭実行委員長の清野。女装コンテストの準備で悪戦苦闘の毎日。そんな中、突然現れたシンデレラボーイの原石。私の恋はこんな風に始まったの。ねえちょっと男子、女装コンテストに興味ない。文化祭まであと7日間、焦る私は実行委員長。ねえちょっと男子、誰か可愛いやつはいないの。シンデレラボーイ発掘したい、まるでスカウトマン。体育の授業中この目に留まった、超地味なメガネ男子。タオルで汗を拭う時、メガネを外した素顔にキュン。彼は気づいてないだろうね、自分の美しさに。仕事モードの顔で戸惑う彼をナンパした。ちょっけんらんよ、閉じ込んだ文化祭事故以上の恋を、私の目に狂いはない。彼は美人な男の子。ちょっけんらんよ、閉じ込んだ文化祭事故以上の恋を、ランウェイをただ歩くだけよ、あとはうちらに任せなさい。私とクラスの仲間たち、空洞を開けた司会者が